羽田空港にね仕事で行っておったら、でラウンジっていうところでそこに待ってたら、あれもう上品やな、あのサングラスのサングラスすごいね、上品って、上品っていうかなんか世界を股に歩いてるっていう感じ、なんか名前とか聞いといたらよかったな思うけど、パパパって近寄ってきて、俺の耳元でね、殿方の出入り口が開けっぱなしになっておりますわよって言って、あとチャックが開いてるんやけど、殿方のお勝手口が、お勝手口が開けっぱなしになっておりますわよって、ピンとけえへんかった。俺なラウンジのどっか俺が開けたままにさ、えってなって、ほんなこう手でまたこうじゃないです、手でこう分からんようにこう上品ドラマみたいにこう、ああありがとうございますって、殿方のお勝手口です。いやでもよう考えたらお勝手口っていうのは後ろやからね、うん、正面やけどね、でもやっぱりその社会の窓とは言ってたよね、うん、社会の窓とか殿方のお勝手口っていうで、いろいろ考えてさ、そのちょっとそのエロジョークも含まれてんのかなって思って、あのよくお使いになってご勝手した人が住んでるんでしょみたいな意味の、その中にそういうご勝手口、ご勝手にいろんなとこ動きまくって、違う、そんなんないかな、いやなんかちょっと含みがいたずらっぽかったのよ。